将棋の藤井聡太竜王名人のファンの方なら誰でも知りたい内容を作成しました。藤井聡太 NHK 杯選手権者の NHK 杯に関する内容です。決勝戦です。収録した NHK 杯が3月17日放映されました。佐々木勇気八段との対局で昨年と同じになりました。羽生善治九段の解説です。どんな対局だったでしょうか。さあご覧ください。振り駒の結果、藤井聡太 NHK 杯選手権者の小手で佐々木勇気八段が先手になりました。藤井 NHK 杯選手権者は今回で3回目の後手になりました。振り駒運が少し悪いですね。これが最後まで響きましたね。藤井 NHK 杯選手権者はいよいよ決勝戦でとても緊張していますと、佐々木八段は自分の中の1回戦を勝つことをまずは意識していて、勝つにつれて決勝の舞台に上がりたいという気持ちになりました。2年連続での決勝同一カードは過去に2回あり、2009年と2010年の羽生善治九段と糸谷哲郎八段、そして2011年と2012年の羽生善治九段と渡辺明九段です。そして2022年と2023年の藤井聡太八冠と佐々木勇気八段ですね。こう見ると羽生九段の NHK 杯での強さが際立っていますね。この時は5年連続決勝に進出して4連覇を達成していました。藤井八冠もまだまだですね。佐々木八段の各代わりに藤井 NHK 杯選手権者も各道を開けて各代わりになりました。互角の形勢で指し手が進みました。73手目の佐々木八段が飛車に9に引いた局面では少し藤井 NHK 杯選手権者がいいようでした。99手目の7にと金の指し手に羽生善治九段は意味がわからないと解説しました。 AI 評価値も 70% から 56% に下がりました。藤井 NHK 杯選手権者はかなり押され気味だった局面を戻すチャンスが来ました。しかし本局の藤井 NHK 杯選手権者は少し手が見えていないようです。同飛車なら形勢互角だったが、100手目藤井 NHK 杯選手権者が同金と指しました。先手佐々木八段が優勢になりました。解説の羽生九段は攻めを重視すると同金で、守りを重視すると同飛車です。飛車の横利きがなくなるのでここは同飛車が良かったと解説した。佐々木八段が優勢に指し進めていましたが、佐々木八段が2-2歩と打った手で形勢は藤井 NHK 杯選手権者の逆転になりました。102手目の9、8桂馬なりを見て羽生九段はそうですね、藤井さんが本気を出してきましたねと解説した。ここからは順調に形勢を拡大して勝ち切ると誰もが思っていました。数手前から小勢で推移してきました。119手目でも藤井 NHK 杯選手権者の勝勢です。藤井 NHK 杯選手権者も当然勝利だと思っていたでしょう。しかし残り1分将棋となっていたため完全な詰めまでは読めていなかったのでしょうね。羽生九段も佐々木八段はちょっと辛いかなと解説していました。120手目は6-6馬であれば勝ちでしたね。ところが藤井 NHK 杯選手権者の指し手は5-5馬とほんの一マスですが違っていました。藤井 NHK 杯選手権者もかなり粘りましたが、佐々木八段はもう指し手を間違えることなく正確に指し進めました。ついに169手目で藤井 NHK 杯選手権者が投了しました。連覇ならず、
さらに年度最高勝率の更新も消えてしまいました。評価値推移です。101手目から119手目までの状況で勝利を確信していました。まさかの握手が出るとは信じられませんでした。残念でしたが、また2024年に優勝して年度最高勝率の更新も見たいと思います。最後にお願いがあります。2024年も藤井竜王名人の八冠継続とタイトル番勝負の連勝を期待し、また一般棋戦のグランドスラムも期待しつつ、さらに非公式戦でも勝利してほしいと思う方に、今後も藤井聡太竜王名人に関する情報をお伝えするためにも、最後まで見て忘れずにチャンネル登録とメンバー登録とグッドボタンをプチッとお願いいたします。次回の動画でお会いしましょう。